おかえり。いらっしゃいませ。今日どうしたの？ちょっと、お腹が痛くて。終了。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。りょうでーす。少量でーす。はい。というわけで、今日はですね、何をするかと申しますと、もうね、俺ね、疲れました。疲れた。まあでも、少量チャンネルってそもそもそんなに頑張るチャンネルでもないというか、みんなもわかってると思うんだけど、めっちゃ、勢いこいてやるやつじゃないじゃないですか。だからね、もうちょっとね、今日はゆっくりしようかなと思ってるんですけど、ちょっとね、もうこの格好もちょっとめんどくさいから、ちょっと着替えようかなって思います。うん、ちょっと待ってて。ひょうにょう。もうめんどくさいから、コンタクトも取っちゃうんだから。よし、できたもんね。まあ、疲れたな。疲れたわ。あ。はい。というわけで、今日はですね、久々のコスプレシリーズやっていこうと思います。みんなちゃんとついてきて。はい。というわけでですね、この格好久しぶりじゃないですか。コスプレ第1弾が幼稚園児の格好、第2弾が、メイド服、そして第3弾がこちら、お医者さんの格好でございます。で、これね、聴診器だっけ？耳のやつ。これさ、すごいのがさ、なんかここがさ、マイクみたいになっててさ、すんごい振動がわかるの。だからさ、これ直接さ、胸にさ、こうやって当ててもさ、なんか鼓動がわかる。鼓動？今日はね、まだあるの。言いたいことが、実は。いつもさ、コスプレシリーズするときって、まあ、コスプレして、りょうちゃんが帰ってきて、で、そのままその次ご飯食べるっていう流れじゃん。でもそれってさ、いつも同じ流れじゃねえかって思われるのも、ちょっとな、寂しいなって思って、今日は、お医者さんごっこをしようと思いまーす。ほら、みんなついてきて。イエーイ！イエーイ！はい。というわけで、よし。じゃあ、みんな連れて、今日もこのお医者さんの格好をして帰ってきたらどういう反応するかを最初やっていこうと思います。終了。よいしょ。というわけでですね、ちょっと位置を変えたんですけど、今日はお医者さんごっこということで、ここが病院です。病院なんで、ここが病院で、帰ってきたら病院の受付みたいな感じで接しようと思います。今、帰ってる途中みたいなんで、帰ってきたら普通にここがいらっしゃいませ状態にしようと思います。やったるぜ！てか似合ってる？まあ、わかんないんだよな。大丈夫かな？似合ってる？似合ってる？わからん。よし。とりあえず、帰るのを待とうと思います。イエーイ。終了。よし。はい。というわけでですね、今もうすぐ帰ってくるみたいなんで、ちょっとこの格好で待ってみようと思います。あー、緊張する。もうここ、病院だからね。病院。みんな覚えておいて、病院だから。病院ね。ただいまー。おかえり。いらっしゃいませ。すいません、今日予約した工藤と申しますけれども。ごめんなさい、ちょっとだけあのカメラに顔すいませんが入ってください。今日、はい。すいません、よろしくお願いします。はい、座って。あ、はい。今日はよろしくお願いします。今日どうしたの？ちょっと、お腹が痛くて。お腹？そうなんですよね。そうなんだ。もう昨日からすごいお腹が痛くて。へー。はい。熱は？熱はなさそうなんですけど、うん、ちょっとトイレから出れない時間が、こう長くて。あ、う、あ、ん。はい。なるほどね。なんか変なもの食べたっていうわけでもないと思うんですけど、うん、ちょっとお腹が痛いんですよね。へー。ちょっと見てもらってもいいですか？あ、オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと脱いでもらっていいですか？ここでですか？あ、じゃあ背中でいいよ。あ、背中。背中で。はい。とりあえず背中。あ、はい、ちょっと、財布置かせてもらって。あ、そうですね。ちょっとお腹、お腹大丈夫か。そうですね。異常はなさそうですね。
うん、え、そう聞いただけでわかるんですか？そうですね。まあ長年やってんで、この鼓動の音でわかるって感じ。鼓動の音でわかるんですか？そうですね。お腹痛いんですけど、鼓動の音でわかるんですか？あ、痛い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 。お酒の飲みすぎかも。なるほど。うん。だから。お酒の飲みすぎで。そう。今日から1週間ぐらいお酒抜きで。え、ちょっとそれ無理なんですけど、どうして？いや、無理じゃないよ。治したいでしょ、だって。ちょっと薬。だってお腹痛いんでしょ？薬とかでどうにかならない。ならないならない。痛み止めとか。お酒飲まない。ちょっとそれだけはちょっとできないんですけど。だって痛いんでしょ？お酒飲んだら治る。したいんでしょ？お酒。治したいんでしょ？お酒飲んだら治るパターンあるんすよ。お酒飲んだら治るパターンがあるんすよ。じゃあ飲んどけ。じゃあ病院来る必要ないね。いや違うのよ。健康だ。違うのよ、はい。病院に来たんじゃなくて、俺は家に帰ってきたのよ。あ、そうなの。いや、そうなのじゃなくて。こんなのまで用意して。これすごいの？これね、これ聞こえるの？すごい、すごいの。さあ。え？そう。ちょっと見せれないから、お腹見せない。ちょっと、わかる。でもちょっとわかりやすいところにしよう。すごいね。なんかよくわかんない音がする。本当？うん。はい。へえー、すごーい。はい、え、これおもちゃじゃないんだね。そうなの。はぁ、今日の診察終わり。はい、帰って帰って。あ、ご飯作って。どういうこと？せっかくなんか乗ったのに。どうしよう。どうしよう。いつもと違うやり方で。うん。締めようと思ってて、いつもコスプレシリーズだとご飯食べて終わりだからね。そう、ご飯食べて終わりだから、ちょっとお医者さんごっこしようかなって思って。うん、もうお医者さんごっこちょっとやったよ。逆パターンやってもいいし。逆パターン、いや逆パターンとかはいいや。俺はこれを見せたかったの。もうお腹空いたからさ。何？お腹空いたんだよ、俺。俺がさ、お医者さんパターンはないわけ？え、したい？ちょっと来てみたい。来てみたいのね。ちょっと来てみたい。いいよ、わかりました。だってほら、みんなさ、期待してるじゃん、きっと。期待してる？期待してる？期待してないと思うよ、多分。嘘、嘘。うん、嘘だよ。似合うんだから、きっと、ほら。ほんと？ほら、見てみ？うん。ほら。いそうじゃね？ほら。うん、いるっしょ。今日はどうされました？やんない、やんないよ。やんないよ。やんない。ご飯お願いします、ね。嘘でしょ。これ俺もピタッとやりたかった。はい、じゃあ、はい。飯うるせえな。すごくない？これめっちゃリアルなの。心臓の音は聞こえない。ASMR マイクみたいな感じ。あ、確かに確かに。あ、うん。あ、うん。はい。ひどひどいよ。ひどいよ。もう分かった分かった、すいません。乗せるだけ乗せやがって。イエーイ。ご飯ご飯。うん。ひょにょ。はい、というわけで今回はですね、はい、自分が好き勝手、うん、お医者さんごっこしてみましたシリーズ。イエーイ。似合っただ。ありがとう。今後こういうコスプレしてほしいとか、あ、何かあったら、ぜひぜひコメントにお願いします。お願いします。はい。はい。というわけで、はい。今日も楽しいお家ですね。今日も楽しいね。あのお家は。はい。あとはね、二人で楽しく、お医者さんごっこ。お医者さん。お医者さんプレイをして。やばくない？カメラ回ってないでやったらやばいやつよ、ただの。え？いいじゃん。いろんなところに調子いいやつ。いい、はい、わかりました。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。思います。はい。気に入っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。では、また。Thank you.